背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に当てて書く手紙なら、きっと素直に打ち明けられるだろう。今は負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は、誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの背景ありがとう。純子のあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。出た青春の海は厳しいけれど、明日の岸へと夢の船を進め、今は負けないで泣かないで、消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいい。甘い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 
Oh my god!